はい、シンサマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今ここはユイレール首里駅近くを通過しています。何かというと、まあ、ここが、何ですか、ユイレールの端っこ、今現在地点のところの端っこ P586 ポール586番目のところ、ここで今の何て言うんですか、ユイレールは端っこなんですけれども、2019年に向けて今延伸工事ということで4つの駅を作ろうとしています。この首里駅の次が、まあ、石峰駅で、その次が京塚駅で、その次が浦添前田駅で、最後が、手凧浦西駅ということで、4つの何て言うんですか、駅を作るための延伸工事中なんですけれども、まあ、そこがどんな風になるのかなということで、これもまあぐるっと背中島みたいに定点観測をしてみようかなという車載動画でございます。で、私どの辺にできるかという何て言うんですか、予備知識も全くなく、まあ、調べればいいんですけどね、そういう調べてもいなくて、しかもまあ、こういう車載動画を撮りながらも方向音痴なので、本当にこの道で合ってるのかどうかは分からないんですが、とりあえずこの辺にできるんじゃないかという、何て言うんですか、想像をしながら道をたどっていってみようかなという企画でございます。なので、まあこれ第1回目としようかなと思ってるんですけれども、まあね、出来上がるにつれて私が思っていたところと違うところにできるかもしれないですし、まあ、その通りにできるかもしれないんですけれども、極力予備知識入れない方がいいのかなと思う。どうなんでしょうかね。全く違う的外れな道を紹介しても意味がないですよね。その辺がちょっと困るんですが、今モノレール支柱工事を行っていますと書かれているので、とりあえず今この時点では ここにレールができるのは間違いないようですね。というか、まあ、ポールがもう画面に映ってますかね、ポールがありますので、ここはまあ間違いない感じですね。で、私がこうやって動画を作っていって、ここじゃないよ、ここにできるんだよという駅ができる場所とかも、なんていうんですか、正確に分かる方がいたらコメントしていただければすごくありがたいです。なんていうの、私が調べてここですってやるよりも、そうやってなんていうんですか、コメントで修正をしてもらいながら、私も習いながらという感じの動画を、なんていうんですか、作り上げた方が私のチャンネルらしくていいかなということで思っているので、まあ私の浅はかな知識というか適当な知識で、まあ撮影していこうかなと思っています。とりあえず1回目はこれぐらいグダグダで、といってもまあ最終的にもずっとグダグダかもしれないんですけれども、まあ私の何て言うんですか、余裕がある限り、なんていうんです、2019年開業に向けての工事の様子なども、できたらですね、できたら撮影していきたいなとは思っています。という感じの動画にするので、すごくゆるい感じになると思います。で、信号待ちのところでは止めた方がいいんですかね。まあ、できたら15分以内に収めたいので、その辺どんな風にするのかちょっとわからないんですが、まあ、この辺ちょっと混みますので、いろいろカットするかもしれないんですが、まあ、とりあえずここは右じゃなくて、おそらくですよ、ここまっすぐだと思います。なんか工事されてる雰囲気から見ると、なんか拡幅工事っていうんですか、道を広げる工事っぽいのがされてるので、おそらくこの道だと思います。まあ、この道でなければ、 すいません、誰かご指摘ください。で、まあね、ある程度取ってからここじゃないってなったらちょっとびっくりなんですが、まあとりあえずここは石峰地域なので、この地域のどちらかに、なんていうんですか、石峰駅ができるはずなんですよね。この辺りどこにできるんでしょうか。
知っている方いたら教えてください。この地域石峰ですよね。なので首里東高校が画面で言うと左側の方にあるんですが、あのその何ですか、首里東の付近に石峰駅ができるっぽい情報がちょこっとだけ私の中にあるので、あくまでもイメージですね。この辺にできると思います。でこの先、右と左分かれてるんですが、右に行くと今回延伸される終点近くの手だこ浦西駅付近につながってしまいますので、そうすると順番としては石峰駅、京塚駅、浦添前田駅、手だこ浦西駅という進みますので、おそらくなんですがここ右ではなくて左から、もしくはもうここ直進して、ま、工事でここ突貫でまっすぐ行くと思いますね。地図上というか方角上ではここまっすぐですね。まっすぐ行くとなんかやるので、おそらく工事して何か道を作るんでしょうね。まあ、今もあくまでもイメージです。なので右に行くと手だこ浦西駅に行くので、今回左折をしてみました。で左折をしてどこから行けばいいかな、おそらくここから右に行けば直接なんていうんですか、浦添前田駅だとかに近づけるんですけれども、まだ道ができてないんだろうなということに、ちょっと回り道をする感じにしたいと思います。ちょっと回って京塚方面に向かいます。でここを右に曲がりますね。ここも最近できた道なんですが、ここから京塚に向かうことができます。最近できた京塚駅前医療モールという名前があります。なのでおそらくこの京塚駅前医療モールというなんていうんですか、病院がいくつか並んだところができましたので、そのあたりに京塚駅ができるんでしょうね。おそらく名前を取ってますので、そうじゃなければちょっと変な名前付け方ですよね。こう曲がってこういくと、この右側って結構広がりがあるので、私のイメージではこの辺に駅ができないかなと勝手に思っています。この辺にできるとなんか便利になりますよね。この右側が京塚駅前ができるんじゃないかと私が勝手に想像している場所です。で画面左側の白い建物、緑の看板みたいなのが京塚駅前医療モールでございます。で右奥の方は京塚駅というだけあってお墓がたくさん、はい、ありますね。でこの信号を左側の方に行くと京塚シティというのがあります。信号はちゃんと黄色守れてましたよ。でモノレールの支柱工事を行っている前田トンネル駅というのがここにあります。なのでここは以前動画で紹介しましたよね。前田トンネル駅の上には玉城長君さんのお墓があります。玉城長君さんって誰かというと組踊りの始祖と言われている方ですね。まあ、いつか動画撮ろうと思うんですがなかなか撮れないんですが、まあ、わけあってお墓は崩せずにそのままトンネルを作ってしまったということで、それでこの前田トンネルでは なんていうんですか見る人だと幽霊が見えるという感じのいわくつきのトンネルではございます。はい、でここ右側には国際センターがありますね。でそのまままっすぐ行って、今この辺りにレールが通るだろうという感じでございます。なのでちょっと工事してますね。で今から向かうところが、浦添の警察署あたりに出るんですけれども、その浦添警察署付近に、浦添前田駅ができるということになっているんですね。なのでこの辺が大きく様変わりすると思いますので、この動画が工事前というんですか、完成前の映像として貴重な映像になってくれればなぁと思いながらもちょっと走っています。しかもちょっとずつ道が広くなったりだとか、さら地の部分が増えたりなどして、すでに変わりつつあるんですけどね。まあ右のそばどころ玉屋、ちょっと行ってみたいんですがなかなか行けてないですね。この辺もちょっと拡幅されてきましたよね。左に行くと
添か正面に見えるのが浦添警察署で、左に行くと浦添市役所などがある場所に行きます。今回右に曲がりますね。この辺りがおそらく浦添前田駅ができるので様変わりするかと思います。いくつかもう家が立ち退きでなくなったりとかしているので、この辺もさらに広がって工事が始まったりするのかな。で、工事が始まるとおそらくというかすごい渋滞だとか混んだりするかと思いますね。はい、青になりましたので進みます。ここから右折して、おそらくこの辺りが浦添前田駅ができるんじゃないかと思われている場所です。この右に金秀があるんですが、この辺の近くにできるよとユイレールの担当者が言っていたので、まあほぼ間違いないと思います。でまあね、この辺は右の方もそうなんですが、重機が入って工事がされてますし、この左側も完全に更地になってますね。ここお家が何軒かありましたので、立ち退きとかもされている感じでございます。この左側も道が大きくなってますね。でここにはなんかこの辺の神様がいるところがあるんですが、この辺も綺麗にされていたり、ここ左側消防署なんですけれども、ここも前の広場も大きく道を開けて、なんていうんですか、広がり出ますね。で何かの想像図とかイメージ図ではなんか地下を作る、なんか地下を通るのかなみたいな感じで書かれてたんです。本当なんですかね。一応この辺が浦添前田駅と手だこ浦西駅の中間あたりにレールができるはずである場所なんですけれども、まあこういう感じで通っていって、この先に交差点があるんですけれども、この辺りに手だこ浦西駅ができるのかなと私は勝手に想像しています。ちなみにこの信号を右折すると、あの先ほどの首里のこの辺じゃないかっていうことで行っていた道につながります。という以上な感じですかね。おそらくここが西原入り口なので、ここから先もうちょっと先にあの高速道路があるんですけれども、その高速道路とつないで、何ですか、パーク&ライドっていうんですか、駐車場を作って、この何て言うんですか、沖縄自動車道とユイレールをうまく連結させて、何て言うんですか、観光だとかいろいろなものに渋滞緩和だとかに役立てるためにするらしいみたいな話がありました。その辺もし詳しい方がいたら、例えばコメントいただけたりすれば嬉しいです。まあ私の動画ではあくまでも雰囲気だけを掴んでほしいなということで、ゆるゆるな感じになるんですが、まあ、詳しくはユイレールの公式ホームページですね、だとかで、まあ、詳しく知りたい方は調べた方がいいのかなという感じでございます。私はあくまでも導入みたいな雰囲気ということでさせていただきたいと思います。以上、延伸部分のなんていうんですか、今から工事が始まるんだろうなという雰囲気の場所を車で通ってみたという動画でございました、今回は以上、第1回目こんな感じにしたいと思います。でここから先は西原町というところに入ってくるという感じでございます。この辺りまでうまく変わってくるんでしょうかね。ちょっと詳しいことがわからないんですが、今回の動画は以上でございます。それでは、バイバーイ。